その屈原屈原の肖像画屈原の肖像画、屈原は中国戦国時代の諏訪の政治家、詩人。聖は、詩は屈。意味名は平ら、または生息。字は原。真の蝶儀の暴略を見抜き、踊らされようとする海王を必死でいさめたが、受け入れられず、その将来に絶望して、受水自殺した。春秋戦国時代を代表する詩人としても有名である。 中国において死が作者名を伴って、記録、記憶されるようになったのは、屈原が出現してからのことである。当時、旗との積極的な交戦姿勢から、愛国詩人として評価される。屈原は、その部王の公式図を祖とする皇族の一人であり、父は、屈白洋、弟は、屈遥か、この名は不詳。屈氏は、慶氏、明氏と共に、 スワエの皇族系でも最高の名門の一つであった。家柄に加えて、白文狂気で私分にも非常に優れていたために、海洋の信任が厚く、品格を応接する左ととなった。当時のスワエは、西の旗といかに向き合っていくかが主要な外交問題であった。その外交方針について、進化は二分していた。一つは、 西にある旗と同盟することで安泰を得ようとする親親派であり、もう一つは東の際と同盟することで旗に対抗しようとする親政派である。屈原は親政派の筆頭であった。当時の諏訪イでは、屈原の政治能力は軍を抜いていたが非常に硬直な性格のために同僚から嫉妬されて残言を受け、王の傍らから遠ざけられると同時に国内世論は、 親や派に傾いた。屈原は、旗は信用ならないと必死で説いたが、受け入れられない。屈原の心配通り真の暴略か、長儀の罠に、海王が引っかかり、祖軍は大敗した。丹陽、間の大敗後、一層うとんぜられて、皇族指定の教育役である三旅大部へ左遷され、政権から遠ざけられた。旗は海王に縁談を持ちかけ、真に来るように申し入れた。 屈原は、旗は、信用がならない、千年騙されたことを忘れたのかと勇めたが、火曜は、親親派の講師師蘭に勧められて、真に行き、旗に監禁されてしまった。ドラゴンボート祭りで飾られた、屈原王を捕らえられた祖では、頃女王を立てた。頃、女王の霊ンとして屈原が嫌い抜いたコランが、着任したため、さらに追われて、高南へ左遷された。その後、旗により、 その死と永遠が陥落したことで、その将来に絶望して、石を抱いて、骨ら孔に受水自殺した。屈原の強烈な愛国の情を溢れる死は、その死を集めた祖父の中で代表とされ、その中でも代表作とされる理想は、後世の愛国の死から愛された。あとに5月5日の命日には、屈原の無念を沈めるため、人々は、大うち樹の葉に米の飯を、 五色の糸で縛って川に投げ込むようになった。これが血巻の由来と言われる。また、伝統的な協定協議であるドラゴンボートは受水した屈原を救出しようと民衆が先を争って船を出したという故事が由来であると伝えられている。屈原の伝記や素地を屈原が作ったとする伝承には疑問が提出されている。古的は四季の屈原のつての信憑性を疑い、 しば千の策ではないとした。また、戦国時代には一つの国の主君に忠誠を捧げるという観念はまだ発達しておらず、四季の屈原像は、漢代に入ってから受教化した素地の解釈をもとに作られた複合物であるとした。日本では、岡村茂が屈原という人物の実在は否定しないものの、その生涯について知られていることがあまりにも少なく、また素地の内取れを、 屈原の作とするかは時代による違いがあるとした。また、素地の中の語彙の類似性からは、理想と9章中の愛、A が最初に書かれたと考えられるが、両者の作者は別であると考えられ、どちらも屈原の作品とは認められないと結論づけた。岡村によれば屈原は素地文学のヒーローであって、その作者ではない。小南一郎は素地を前期、中期、 後期の三つの時代に、分け、旧家、商根を、前期、理想、天文を、中期、旧暇、遠遊、旧弁、大招き、勃許、行蓋を後期とする。そして前期は、安定した時代を反映し、中期は、それが崩壊に向かう、戦国末年の激動期の祖国のものであるとした。八田久子は、旧家、遠遊、旧弁、商根、大招きなどは、 内容から明らかに屈言とは無関係とし、また理想を屈言の自伝とすると後半の解釈に無理が及び、そもそも事助的な詩ではないとした。ありがとうございます。